おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。今回は、はい、経営なんだけど、はい、マーケティングで、マーケティングの中でもリピートをどう得るかっていう話だよね。はい、リピーター、はい、まあ、例えば、まあ、何でもいい、ラーメン屋さんでもいいし、レストランでもいいんだけど、まあ、何でもいい、保険だろうが車屋さんだろうで、はい、一番最初にこの経営者もしくはお店の店長さん考えるのは何だろうか。リピーターを得るために独自のサービスっていうか、その要はあれだよね、お客さんに満足してもらわないと、はい、はい、リピーターないって思うんだよね。はい、これイコールリピートになるかどうか。僕はなんかその満足に、何でしょう、他との違いっていうんですか、うん、というのも、まあ、もちろんいい違いだと思うんですけど、うん、違いというのがないとリピートにはならないのかなと。だから一生懸命、まあ、みんなあれだよね、あのということで、違いというか、もう強烈な印象みたいなものかな、うん、満足プラス印象、もうこれもそうだよね。はい、で記憶だよね。はい、うん、でさ、大概の場合実はね、これ直接にはなんない、はい、で印象あっても忘れるんだよ。うん、はい、で大概の場合忘れて終わり、はい、なのでいくらここでいい満足してもダメなんだよね。はい、要は思い出すっていう行為があって、ああそこ良かったよな、でようやくこのプロセスでようやくリピートする。はい、やっぱ、うん、ここにやっぱ仕掛けを作んないといけない。はい、なんだろう、一つ思ったのは、うん、あのポイントカードとか、うん、お財布の奥にしまってあって、うん、なんかかさばってきちゃったから整理しようと思って出てきて、うん、あそこの店うまかったな、行こうっていうのは僕なんか経験としてあるな。 あるよね、はい、そう、ポイントカードもそうだし、他には、まあ、例えば誕生日カードが来たとか、はい、あのチラシが来たとか、はい、やっぱここをやって初めて、これとこれがあって初めてリピートになるって、はい、うちの何ですか、もうお客さん、来たお客さんにはむちゃくちゃサービスしてほったらかしだと、あと出てほったらかしだと忘れて終わる、まあ、でもね、実際こう来ることは来るんだけど、はい、確率は少ない、だいたい 20% かぐらいだもん、はい、だからここをセットにして考えなきゃいけない。あとやっぱアンカーリンクって知ってる？アンカーリンク、あの記憶に留めておくというか、うん、あの例えば、はい、あのここのお店でもうとにかくこの音楽しか流れない。ああ、はい。ってなる、あの例えばあの、まあ、何でもいいんだけど、タイタニックの音楽ばっか流れてると、はい、タイタニックの音楽が流れると、はい、あっと思いながら、はい、思い出す。あとイメージ的な、ここは何、例えば何でもいいんだけど、あ、そういう意味ではコンビニとかフランチャイズってこの仕掛けそもそもあるよ。あ、そうですね、だってもうここでお店やると、うん、まあ、道で走ってると必ずあるんだから、はい、あ、思い出すよね、はい、うん、あ、そういう仕掛けなのかもしれない。あ、まあ、イコール顧客満足イコールリピートにはならないという、はい、うん、そういうことです。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。